ネドナジはイタリアリボルの出身の男子フェンシング選手。身長188センチメートル。弟のアルドナジもフェンシング選手。オリンピック一大会でフルーレ、エペ、サーブルの三種目で金メダルを獲得した唯一の選手である。また一大会五個の金メダルは1972年にマークスピッツに破られるまで最多記録だった。7歳の時に 父からフェンシングを教えられた。フルーレとサーブルは教えられたが、エペは独学で学んだ。1912年のストックホルムオリンピックで、フルーレ個人では史上最年少の18歳29日で金メダルを獲得した。その他、サーブル個人とサーブル団体で5位となった。1916年のオリンピックはドイツのベルリンで開催される予定だったが、 第一次世界大戦が勃発したため中止となり、ネドナジもイタリア軍の一人として従軍した。戦後の1920年のアントワープオリンピックには、敗戦国であるドイツ、ハンガリー、オーストリア、ブルガリア、トルコなどは戦争責任を問われ招待されなかった。特に当時フェンシングの強豪国であったハンガリーが不参加となったことから、ネドナジは金メダルを狙い、フルーレ、エペ、 サーブルの3種目の練習に取り組んだ。オリンピック開会式では、イタリア選手団の騎手を務め、フルーレ個人と団体、エペ団体、サーブル個人と団体の、計5個の金メダルを獲得した。蝶の問題で危険せざるを得なかったため、エペ個人だけはメダルを逃した。弟のアルドナジも、団体のメンバーとして、計3個の金メダルを獲得し、サーブル個人で、 銀メダルを獲得した。1935年から死去する1940年までイタリアフェンシング連盟の会長を務めた。ありがとうございます。